ようにそろそは那智の東郷五門大僧図左右慶大法院でそろ立山武士の行と一派縁の昇格の教えを受け深く卑怯通力を縁と欲す故に大峰葛来さんの頂に登れ主従難行の交通も仏道修行年頃なれそれによって我写真の行に心をかけなちの山中に一千日残りをとりその後諸国修行にまかりで美しに彦山長富下山法器に大仙鏡白山派前に湯殿山越中に立山権現王城に比叡の門山浅野山東海道三カ国伊豆箱根の領所の社へも三毛塚祭り候またよきついでなれば陸奥の国那須野ヶ原をも一見世話やとどんぜそうろう思考してこの那須野ヶ原には三国無双のよう白面根毛球技のあっこ立ちこもり往来を妨げ諸万民を害すと聞くまさしく悪行大事使用症の化粧も見届け国家万民のため重複せばやとどんでそろ武装も長旅のことにそらえば心も疲れそろほどにいかに合力今日の日も七つの頭八つの小尻と相見えそうだねえばあれなる芝の何と多いの長生きやれんよ一夜の宿を借り受け帰られそうだねどうかい何がえさどうでしたか小尾さんいやはち日も暮れたし今夜わしらの泊まるところをひどく無理でお前若足男前じゃあるしは足は早足戸川の話をしようか今うん一橋ちょっと行ってきてくれて誰んとこ行こうかえみんな明日早いよいやそれはわかる6時半しようそういやそれでも今からやな今からかけてきゃわきゃなああうん借りて帰れると思う俳句行った方がいいんじゃない俳句、うん、時間ないけね、うん、本当に行くええよ喋らんでええや、うん、どのかい名古屋じゃねんけねあんまりあれでも熊谷で会うっちゅうことがあるかもしれんけハーシやなと思ういやそれでも分からんけハーシやなその時には、うん、ご力やお前のぐっと男前を見れるってけど多分熊の方が逃げると思う知っとるうん本当だけど気をつけていいよ行こうね、じゃあ、はい、帰っていきましょう。はい、かしこまってそうろう。芝の戸に案内坊さんとは南城何事にて候南城でも環城でもございませんが那智の東郷坊本大僧主阿闍梨由慶大法院の出っちりでございます何やら法院さんが言うにゃなはいはい今晩、うん、止めてくれんろうか言うて今晩止まるかねああまあちょっと仕事をしてもらえやちょっと止められるかの仕事はやったよ今日今日やったね朝8時からね朝から土砂降っとるのにカッパー着てやったよやったかねもう一度仕事もう一度やってもらえねやまあまだやらすかな今日簡単だと思うでいや明日何やらあるゆけちょっと法院さんと泊まってみようかいと明日のなんやかんや言うのちょっと言ってみようかい
三僧侶ぜひぜひ宿が借りたくそうらえば、ほうほう、瀬戸の山より75かの木を掘り、ほう、沖の川より75かの水を汲み、七つ一つのその窓より煙を追い出しそうらえば、御僧様の鈴掛け衣を干させ申すべく僧侶、また合力殿には茅を敷根に、ほたを枕にと一夜明かさせ申し僧侶。ちゅうことで、まあまあまあ、明日何やらあるの？何やらな、そろ、ね、なんで、なんで？湯立て神事っていうのがあろう。お、そがなんか、釜もできとるしの。そがなんかある言うて。木も切ってあったし。うん。水もある。だけど明日、だけど今から沸かしといてくれりゃいけ。明日皆さん上がりなさいよ。なんか何やら珍しいのをやるらしいけ。うん。で今から合力さんあんた上がってからね、うん、湯沸かしときなさい。早かろうまだ。ちょっと早かもしれんが。宮司さんの宮司さんの本気だけね。皆さん上がってよ。おいで。うん。それができなかった。あ、手ごうすれ、せえ手ごうしてくれりゃ。せや、あーかの、今日ら川、川、くべるかいの。流されりゃせんかいな、今日ら。今日足場流されとったね。ああ。足場流されて、お前ユニックで釣りよったで、今日。あれはお前ニュースんでるやつね、お前。あれ、ユニックがガードルの立っとったけど。恐ろしい。ああ。まあ、ええわ。じゃあ、なんか、手ごうすりゃ、会社用意してくれりゃ、ね。ホイさん呼んでみますわ。はいはい。はいはい。はい。なんやかんや言いよったんだけど、うん、覚えとるかわからんけね。なんとなく言うてみるけど、いいよ。ええよ。ちょっと座らせてもって。はいはいはい。もういたしいんじゃん。神社登ったり降りたり登ったり降りたり。一日何回させるんちゅうわね、ほんと。はい。よいしょ。三僧侶、ぜひぜひ宿が借りたく僧来は、瀬戸の山より75かの木をこり、沖の川より75かの水を汲み、7つ5つのその窓より煙を追い出し僧来は、御僧様の鈴掛け衣を干させ申すべく僧侶、また合力には高級毛布団とトゥルースリーパーのセットで合力さんややっちゃんさい言って、うん、うん、本院さんは知らんよ、どっかその辺で狙いは私はそんだけやっとるで、な、仕事をすりゃね、まあ一晩止めてあげてもええが言うて。どうか。うん、聞いとる？聞いとる、聞いとる。いや、それはあんたさ、これ、うん、やっぱり合力、そっちが言ったけよかったの。だろう？そう思うよ。なかなか一発で返事はもらえんところなんだよ。一発で返事もらわな、終わらんけ。いや、それもあるが。それにしても、うん、まあ、わしも、神経質が出るようになったんだが、まあそれでも水の一杯はもう、うん、それから焚き木も少々集めてくるし、うん、火をつけるところまでわしが何とかやろうと思うけ。わしやることないよ。いやいや、それは全然の何でもな、あんたのことはすごい、そっちが枠もあるし力もあるし、うん、ちょっとやってくれりゃせやなと思う。まあやらない進まんけね、うん、行きましょう。そうじゃ、それじゃ行きましょう。まあせっかく昨日河原の家に貸してやるちゅんだりこ、うん、彼れば一夜の宿りへと急ぐべくそう、かしこまってそう、はい、何者だ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 
てそうろ。かせなれば奏で将来愚僧もこれにて見物いたさん。
バチバチ。Thank you.
寝とるんやら死んどるんやらはっきりわからんが、はあ、ちょっと起きてみ。よう寝とった。もうちょっと寝かしてや。不安なことなんだよ。あら、何してた、体げた、あら、どう何してた、これ。あら、ほえさん、どうした。え、マジで気持ちよく寝とったの、何したの。いや、それがお前、あの、綺麗な、まあまあ、お姉ちゃんが出ていたの。そうじゃねえ、わしら、どこ行ったんかいな。綺麗よって言って、よほど言ったんじゃが、やっぱりの、わしも若い時に、ああいう時もあったら、ちいと気持ちが緩むんじゃんや。あ、おらんようになったじゃん。え、おろ、ほんで、おかしいな。ここはこういうことがあっちゃいけんし、まだわしら修行が、そうなの、修行しちゃうんだよ。もうちょっと修行せないけん。それで、これからは、より一層修行に専念するように。はいはい。これは、今朝中じゃん。今晩。え、今は晩じゃが、これ今朝中でない。今晩じゃって。いや、これ今朝中で言う、この、ああ、物かな。あ、そうなん。それで、それかな。これを、おいさん、何言い出すんか、思った。お前が本当、お前がおったけん、わしがこうして言われるんだよ。お前が おらんなっちやれんけん、これを一つ、ちょっと早いんだから。はあ。これでさ、お前、わらつけ。はい。これで、これからは、はあ。あの、より一層修行に専念するように。はい。それでは、シュリシュリマカシュリシュシュリソワカシュリシュリマカシュリシュシュリソワ。おお、似合う。似合う。お似合うよ。だけど今度は女の子を見てもあまり気持ちが乱れんと思う。それは無理じゃねえ。それは無理じゃねえ。何を言うか。多分違うと思う。俺はなんと年季が入っとるね。今度それで、じゃが、まだまだわしらは。わしはじゃ。お前が言うとるように、はは、世のため、人のためにもっともっと修行をして潰さないといけないじゃん。はぁ、そはぁ、はぁ、四十過ぎても修行する。うん、そうそう、死ぬまで修行だけ。そうな。それで今後はより一層厳しいお気持ちを引き締めて、はは、この計算に負けんぐらいに。今バンジャ、いや、今はバンジャ、これが計算じゃない。あ、これが、これ計算だから、それが。それで、はぁ、これからも一つわしゃは言いとらん、あの方位んじゃが。いや、そんなことないぞ、方位さん。わしにとっちゃ、あの本当の力はお前がもっともっと出世もして世のため人のために尽くせる人になってほしいから言うとるんだけど。分かった分かった、大丈夫。よーし、それならじゃあ、さあ今一夜の宿りへと急ぐべくそろかしこまってそろ、はい。
数千万の生徒を得て宇宙の狭間を流し、すでにこの天竺を取り引し、この木のもとへと飛び渡り、鳥羽天皇の上にあって鎌の前と現れ、この崖地を奪わんとせしに、百地から十つの人力に化くせられ、光景を取り、この夏の夜空に引きこもり、諸万人を害し、ありゃいくせそう知らず、年々に浮かぶもじきだやことは、視界に隠れなき右の弓取りなり、南寺大御国を退くか退かざらんにおいては、金に登れば雨の籠弓、地に下れば落語の宝剣を持って、南寺が一命打ちとどめんこと、ただいまのことなり。
ぞじ、どくせきとなりて、ただいらいをなさんと、おむらうなり。ありがとうございました。黒塚のご報道でした。ありがとうございました。